Everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。3月30日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオからキウナ名古屋お送りいたします。あれは先週日曜日、が、名古屋の方は、桜の満開だったと思うんですけども、雨がねすごくて、当時もちょっと見に行ったんですけども、あんまりねこの雨も滴るいい男っていう感じにね王子になりましてね、桜よりかね王子の方が輝いて見えたという日曜日でした。はい、今ちょうどね桜が見ごろで、このダンサーズスタジオの近くもとっても今満開ですが、このところ2日間ぐらい暖かくてもう桜が散り始めているという。そうですね。ね、早いですね、はい。という、ちょっと、感傷的な、みそ煮込みスキーと。今日ですね、黄砂がすごくてですね。ああ、そうなんだ、そうなんだ。本当にね、こういう時こそ、工藤静香を思い出したダンサーでございます。それ、何人の人が通じるかな。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマは年度末。今週のテーマは年度末です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、または、マイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日はゲストコーナーがあります。本日の電話ゲストは、トリプル8代表、川口正明さんです。22時12分頃からとなります。この番組は、高級木材のご用命は、名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル8とザ・カバーズ絶賛発売中。大城バネサの R サプライ陸上海上輸送一貫サポート東海共和、沖縄のメニーモ丸焼き誠餅店個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。はい、メールのコーナーでございます。はい、あのね、一言よろしいですか。はい、あのね、オープニングでね、私ね、あの桜の話をしましたけども、はい、その話が終わった途端にね、はい、みそちゃんあのすごい、あの王子それショックだったな。鼻で笑ったでしょ、鼻で。あれ、そんなことはございませんよ。あの、ちょうどよくね、そのタイミングで入りましたんで、ね。いや、そんなつもりはございませんよ。はい。ということで、はい、ツイキャスでですね、はい、あの、長谷川さんが、あの、ちゃんと伝わりました。あの、黄砂に吹かれてってかって書いてあるんで、ちゃんとね、工藤静香ネタが通じましたね。わかってくれる方もいらっしゃるんですよ。長谷川さん、ありがとうございます。ダンサーズね、この話してもね、踊らないからね。アンドスプリームさんがね、はい、全国の滑り王子ファンの皆さん、こんばんは、林家ペイです。いい感じだね。パーコでーす。林家ペイペイ。そう、でもね、林家のペイのね、ペイがね、はい、あの、アルファベットになってるから、そのペイかもしれない。はい、ペーペーありますよ、ね、ありますね。あ、そうですね。うち、はい、ペーペーでね、ね、スポンサーになれるという、はい。はい、そうでございます。はい。はい、じゃあメールいきます。はい、お願いします。はい、対名古屋チームの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。
歯茎に口内炎ができているアレックスです。あら、まあ、痛そう。痛そう。あの、歯ブラシやったかな、ビタミン C をね、たくさん取って、こう、レモンチュッチュッってやったらどうかな。いや、レモン痛いし。でも、早く治りますよ。そうなの？うん。なんか余計痛いよ。そうだね。農家の年度末は特になんてことないんですよね。はい、でも、出荷しているスーパーが、一日中棚卸しということで、4月1日はお休みだから、暇になるかなってことでございます。あ、なるほどね。はい、そうか、スーパー休みっていうか棚卸し、棚卸しするところもありますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では行きますね。はい。キウ名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村の古むいかりーです。ありがとうございます。突然ですが、3週間ぶりの投稿です。すいません。今回年度末で番組へ投稿する余裕がありませんでした。悲しい。こんな限られた期間で今年度を締めて新年度を迎えないといけない日本の企業、観光庁の体質、真面目に年度始め9月にならないかなと思ってます。世の中働き方改革と唱えているのに体壊しますよ。皆さんお体大丈夫ですかね。3月末から4月頭の季節は暖かく過ごしやすいのに、のんびり過ごしやすいのに、それを尻目にいつの間に春を終えるのは毎年寂しい思いをしています。僕は毎年年度末嫌いです。口メールになりすいませんでした。以上です。いやでもね、年度末は皆さん忙しくてね、いろいろどことか重なりますからね。うん、そう、でもね、本当そう、年度末締めてまた新年度始めるっていうのがまた本当にバタバタしますよね。あのね、でもね、あんまり王子はね、あれ王子は何、なんかすごい王子余裕っぽいけど、うん、あんまりそういう、だからあの年間通してありませんね。いや、執事に任せてるからでしょ。まあそうですね。任せっきりだもんね。ただね、今ね、これは別に年度末ってことはないんですけど、うん、ちょっとね、あの、体にガタがきましてね、はい、あの、右腕、右肩がね、痛くてしょうがないんですよね。で、ちょっとこのね、あの、後部の、ね、やりすぎかなと思ったんですけども、うん、はい、いろんなとこから聞こえてくる声がですね、うん、あの、四十肩じゃないのかなとかね。四十肩、え、四十じゃないよね。四十じゃない、うん、っていうふうに言われてますけどね。ふざけるな。ちょっとね、あの、痛めております。はい、ということで、はい、あの、次メール行ってもいいですか。はい、どうぞ。はい、名古屋の皆さん、こんばんは。ラジオネーム、愛媛のしんちゃんです。ありがとうございます。今日のテーマ、年度末ですが、明日は棚卸しです。あら、やっぱりそうですよね。物を数えるのがとにかく苦手な愛媛のしんちゃんは明日は地獄です。うん、数えていると、今数えているのは70だったっけ、80だったっけ、ああわからないとなります。皆さんは棚卸しは好きですか？一緒に働いている人の中に棚卸しが大好きな人がいます。いいですね、棚卸しが大好きな人、うん、なんかきちんとこう管理するのが好きなんでしょうね。そうそう、だからやっぱりタイプがありますよ ね。でも私も、うん、しんちゃんタイプです。70だっけ80だっけってなりますね。うん、うん、そうそう、王子そこの場面まで持っていかないからね。ね、もう見ただけで失礼しますっていう感じですからね。それダメ、それダメかな。あ、なんかね、そういう続きがあるんです、うん、メールの、はい、将来沖縄に住みたいので沖縄の求人が気になりますということで、この最後の一文なんだろう、気になるな。はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、ゼニガタ警部からです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。毎年この年度末の時期になると必ずと言っていいほど夜間の道路工事が見受けられますね、うん、私も23、4の頃に夜間の道路工事のバイトをやっていたことがありますけど、なんで道路工事をこの年度末の時期にやるのかと責任者に聞いたところ、国から予算が割り当てられ、年度末内に道路工事を終わらせ予算を使い切らないと次年度に予算が下りないという話をしていましたが、正直なところ税金の無駄遣いだなと思っています。ということなんですけどもね、まあ、いろいろ諸事情ありますからね、まあまあ、これはもう全国的に、ね、この件ですけど、うん、最近そうじゃなくなってきてますよ。あ、3月には集中しなくなってない。そうですね。ね、確かにそうですね。集中してるのが2月。
とか、12月。そう、年末ね、やってましたもんね。が集中してて、うん、3月はもう避けてます。うん。もう、3月はもう、割ともう、大方終わった感じですよね。うん。確かにそうです、ね。やり尽くした感じ。やり尽くした感じ。うん。なるほど。ね、今現在でもやってるとこありますもんね。うん。だから、前夜さん、かなり少なくなってますんで。うん、うん。なるほど。やりきった感があるんですよね。やりきった感が。はい。はい。ありがとうございます。小町からもしさんが、はい、あさってから新年度ですね。あさってから僕は社会人1年生です。ということで、おぉ、そうなんですね。うん。頑張ってください。はい。シュプリームさん、サラリーマン時代は、当年度会計の締め、新年度会計の準備に追われてしんどかった記憶ばかりです。ああ、わかる。わかりますね。カープボーイさんがね、はい、イソニコミシキーさん、ダンサーズさん、ヒゲを剃ってもヤクミツルさん、こんばんは。さっき、ピープルウェーブ、あ、ラジオ機能ですね、はい。この番組の名前入れたら面白いかなって思ってやろうとしたら無理だった笑いって。そう、ちょっとね、なかなかね、難しいと思います。はい。ね、うちのコミュニティのこの、しがないちっちゃいコミュニティの、番組用の名前は、多分、でも、ラジオ沖縄さんの某ディレクターの方が、はい。FM ギノワンさんで喋ってますよねって言われたことありますね。うん、あ、そうなんですね。あなたも言いましたけど、それは。喋ってますよねって言われた。あれ、そうでしたっけ、うん。他局なのよく知ってる。思いながら、うん。まあでもね、なかなかやっぱりね、こう、言えないですよね。ね、そういうね、はい、機関局のね、はい、ラジオね、まあ。はい、某ディレクターの方です。はい、偉い方ですね。はい。はいということですね。はい。はい。はい、もう一ついけますか？ですね、ゲストコーナーです、ね。じゃあ行きますか？はい。では、CM の後はゲストコーナーでーす。キウナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備、塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。沖縄で創業60年大人気、沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわっと、贈り物としても大好評、日本全国お届けします。紅芋大好き。詳しくはまこともち店で検索。キウナ名古屋。はい、電話ゲストコーナーです。本日は、トリプルエイト代表でございます川口正明さんです。こんばんは。あ、どうもこんばんはです。こんばんは。テンション低いですね。ま、
あの いつもいつもすみません、あの一応自己紹介の方お願いしてもよろしかったですか。もう自己紹介も全然したいです。はい。僕会社なんですか。会社は、トリプルエイトで、名古屋にあります。で、何してるのかって言ったら、最近ちょっと、困っちゃうんだけど、まあ、でも、フォークリフトの、まあ、整備だったりとか、塗装やってたりとか、あと、シェアハウスを、運営したり、してます。はい。今日はですね、はい。今日はですね、トリプルエイト代表の川口正明さんということで、はい、トリプルエイトさんの方で、以前もお話しいただいたの、はい、シェアハウスのことですけど、ね。そうなんですよ、シェアハウス。なんかシェアハウスで、なんか、面白いことがあったんですよね。面白くはないですけど、はい、ちょっと悲しいことがあったんですよね。悲しいこと。あんまりラジオで言うことではないかもしれないですけど、はい。ね、はい、沖縄の子がいたんだけど、はい、沖縄の子が、はい。沖縄に帰ってっちゃったんですよ。帰ってた。はい。だから、本当ね、ショックって言う、まあ、もちろん聞いてたのは聞いてたんですけど、もう、帰りますって、1年で帰りますって聞いてたんだけど、いい子だったし、はい、結構、ね、いい子だったから。で、社長、その沖縄の方は、何歳だったんですか？若い方？多分、そう、若い、20何歳の方、22、23歳じゃないかな。あら、まあ、その時ちゃんとね、私に声をかけていただければね、じゃあ、代わりに私が行きましょうか、シェアハウスに。いや、絶対言えなかった。書いてたで言える。ね、ちゃんとで、社長、ね、シェアハウスの名前、トッペロン？トッペロンじゃない。え？発音違う。トッペロン。トッペロン、結構重要。あ、トッペロン？トッペロン。トッペロン。これはどういった意味なんですか？これね、うん。僕が、僕の親さんを、はい、父親、本当の父親を、だって呼んでたんですよ、トッペロンって。え？お父様を。そう、トッペロンで呼んでて、うん。で、まあ、尊敬の念を込めて、トッペロン。お父さん的な意味っていうことで、ですか？そう。さっきのシェアハウスの話にもつながるんだけど、はい、こう自分の子供と見してね、みんな見てるっていうか、もう大事にっていう風で、だから帰っていっちゃったのが、まあ、巣立ってったんですよね、結局。ああ、なるほど。がね、ちょっと悲しいっていう。まあ、親父が。今、シェアハウスは、じゃあ、あれ、何部屋ぐらいあるんですか？一応ね、12部屋あるんですよ。あ、12部屋。で、今、何部屋ぐらい空いてるんですか？今ね、はい、空いてるって、ちょっと埋まってるから。そう、あ、失礼いたしました。そうですよね。ちょっとなんかあんまり良くない。失礼いたしました。うん、ここ大事ですよ。いいように言ってよ、ちょっと。あますよ、ちょっと。いや、あと何名入れるのかなっていう。すみません。あと何名入れるのかなっていうことを知りたかったんですよ。もう、そうですよね。本当はもうね、マジでなっちゃうかもしれないけど、たまたまね、まだ4室空いてる。たまたまですよ。たまたま。たまたま。明日になったら全部埋まっちゃうかもしれんけど、たまたま4室空いてる。なるほど。あ、それで、これ、Facebook か何かやられてますか？やってます。Facebook も Instagram も、Twitter もやってますよ。あ、Twitter もあるんですね。じゃあ、あれですね、もう、あらゆる SNS で、トッペロンさんの情報が見られるということで。やってるけど、はい。なぜか、埋まらないという。いや、あと4部屋ですもんね。そう。やっぱり、人気だよ。はい、県外の方が、やっぱり、多いってことですかね、入ってみる方は。
そうですね。今だとね、岩手からの人とかさ、はい、北海道からの人もったかな。はいはい。あと、でも、あ、そう、あと、香港の方とか、台湾の方とか。海外の方も。そうそうそう。国際色豊かですよ。前フランス人の人もいたりとかさ。なんかお部屋のお写真見たらとっても素敵なキッチンと、また絵も飾ってあって素敵な。そうそうそうねえ、素敵ですね。うん、来た人みんないいって言うんだよ。だけど、4部屋。で、いろいろこう、Facebook を拝見しますと、なんかね、美味しいこの差し入れの写真とか、あと、お料理のお差し入れもあるんですか？そうなん、そこがね、ちょっと他と違うところで。ね、すごく。うち、そうそう、うちの母親がね、作ってくれるんですよ。あ、すごいですね。本当にお母様の手作り。まず、毎日じゃないですよ。でお裾分けで、ちょっと多めに作ったりとかして。あ、なんかこう、お隣さんでこう、たくさん作ったからどうぞっていう感じの。そうそうそう。ああ、いいですね。はい。ねえ。そんな感じ。またちょっと興味持たれた方、どのように連絡すればよろしいでしょうか。ああ、どういうふうがいいかな。そこ大事だと思いますけれど。あ、そうそう、そうですよね。電話でもいいし、はい。あと、ホームページ見ると、はい。LINE でも連絡できるし、今。あ、うん、そうなんですね。LINE で。最新、最新。そうそう。もう、インスタグラムでも、Facebook でも何でも連絡してもらえれば。はい。うん、ありがたいけど、基本は、電話か、LINE で連絡してもらえれば。お電話番号は、どちらに ?052。はい。052の、はい。653の、はい。0071。はい。052653-0071番に、はい、問い合わせていただければ。うん。もう人気なんでなくなっちゃうかもしれない。ねえ、そうですよね、本当に。問い合わせ。明日には埋まってしまうかもしれない。そう、でも問い合わせ嬉しいでね、もう何回でも電話します、うん、お問い合わせの際は、どのようにお話すればいいですか？お、ちょっと興味あるんだけど、っていうふうで。シェアハウスに興味があるのですが、で伝わりますか？沖縄の子が。もちろん、もちろんですよ。沖縄の子が住んでたシェアハウスに。その話を。悲しくなっちゃうんだから、失礼いたしました。まあ、それをカバーするようにね、私が、たまにはシェアハウスに遊びに行ってもいいかな。ちょっとダメだな。おだまり。このコロナ禍ですよ。で、コロナ禍だから、そういうところでね、いろんな方と交流を持って、ね、社長も含めて、どんちゃん騒ぎしましょう。おだまり。おだまり。また今度しましょう。ありがとうございます。そんな感じ。はい、本当ね、和気あいあいとしたね。はい。ね、なんか、うん、ちょっと素敵な。ね、和気あいあいとした感じで ね、本当になんかお部屋も素敵なのでね、うん、ぜひぜひ興味ある方は問い合わせていただければと思います。はい。はい。はい、そうですね、みんなね、いろんな方とね、交流できてね、友達がたくさんできるんじゃないかなと思いますので、また興味がある方は、はい、川口社長の方にね、お問い合わせをお願いいたします。はい、電話052653-0071番です。はい。はい。ちょっと、他よりもね、ちょっと静かな感じのシェアハウス、落ち着いた。え、そしたら私行くとちょっとまずいですね。はい、退場、退場、退場。ということで、はい、はい、すいません、はい、お時間となりました。はい、ということで本日はシェアハウスのご紹介をさせていただきました。はい、今日はい、ありがとうございました。はい、本日はトリプルエイト代表川口正明さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
はい、ということで、はい、メール紹介します。はい、お願いします。お三方さん、こんばんは。フルムーン新一です。こんばんは。ありがとうございます。テーマ、年度末。最近、車を購入したのですが、購入を決めた直後、ディーラーの担当者から、実は、年度末キャンペーンで、万円分プレゼントがあると知らされ、思いがけず、ホイールをそっけない鉄ホイールから、各種レースで有名なミニライトにグレードアップしました。全く思いもよらなかったことで非常に得した気分になり、1ヶ月後の納車が楽しみです。皆さんは年度末キャンペーンで思わず得したことはありますか？そうですね。まあ、私、まあ個人的にですけども、中古のスマートフォンを買ったんですけど、うんうん、はい。はい。時勢価格が約4万円ぐらいのものなんですけども、うん、1万8000円で購入できたことですね。これが、キャンペーンで3月31日まで。うん、ああ、でもやっぱりあるんですね、うん。年度末のキャンペーンっていうのはね。はい、っていうのがありましたね。これお得でしたね。大変お得でした。はい。私あんまりね、ないんですよね。そういう年度末、なんかそういうものにもなかなかね、巡り合わないんですよね。そういう検索しないからかな。あんまりそういうのがないんですよね。私もあんまり年度末だからっていうのは、なんかあんまりないかなあ、うん。あ、ブルガリ3万さんですかね。ギノワン待たせたな。来たぜ。俺参上。で、長谷川さん、3月の名古屋って寒いですか、はい、うん、煮込みうどんとかおでんの季節って。いや、だいぶ暖かくなりますね。ね、でも暖かいです。今日はね、はい、暑いぐらいでしたよね。暑いぐらいですね。昼中はね、半袖でね、大丈夫でしたから。はい。うん、ねえ。で、長谷川さん、台湾ラーメン、どいりゃ辛いんでかは、辛いですよ。確かに辛い。辛いですね、うん。辛くても食べれますよ。でもね、うん、ね、あれ、滑り王子、辛いの大好きだもんね。うん、はい、辛いの大好きだけどね、食べた後がね、うん、お尻が大変。はい、もうそのくだりはもういいです。大丈夫です。はい、もう最近切るよね。いや、だって前も話したじゃないですか、その話。それはつきもんなんだから。はい。はい。ということで。あのね、最近ね、はい、そのね、みそちゃんのため息でね、うん、王子疲れちゃうんだから。いや、もうちょっとどうリアクションしていいか悩むときあるんだよね、最近ね。困りますね。ね、ということで、はい、はい、あっという間にエンディングです。来週のテーマは学校スクール、小学校の思い出、自動車学校の出来事など学校エピソードをお送りください。この番組は沖縄のベニーモヤルマキ、マルヤキ、マコトモチ店、陸上海上輸送一貫サポート、東海協和、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、高級木材のご用名は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はいはい、ということで、はい、また来週ですね。また来週なんだけどね、今テイクでちょっと噛んだのがね。うん、そう、うん、噛んだね。噛んだね。久しぶりに噛んだね。ね、本当に。いや、ダメよ、噛んじゃ。え、今日はみそちゃんも噛んでましたか？いや、違う、ほら、大事なところじゃない、やっぱりね。大事なところ。スポンサー様はね。大事なところだからこそ噛む。いや、大事なところで滑るのが王子なんだよね。はい、ということで、はい、本日もお聞きくださいました、はい。ありがとうございました。ではまた来週でーす。ガラガラ。はい、本日もお聞きくださいまして、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ねえ、来週は4月ですよ。4月ですね。ねえ、早いな。早いですね。ってなるとね、やっぱりね、私たちの年齢もね、1日ごとに取っていくってことですよね。
まあね、人事ごとにね、人事ごとに、まあまあそうか、うん、まあそうですね。どんどん体の老化を感じます。ねえ、もうやっと先週の背中痛いの、だいぶ良くなったけど、まだ病院通ってます。あの一つ治ったら一つなんか出てくるでしょ。ああ、もう本当そうなのよね。で、どんなトークよ。はい、ではね、はい。